皆様こんにちは。多幸園の野口孝子と申します。今日は4月の21日土曜日、孝子の園芸ゼミナールのご案内をさせていただきます。土曜日の10時から11時、多幸園のこちらのハウスで開催をいたします。予約は不要でございます。内容はクリスマスローズの春の管理ということで、クリスマスローズ植え替え最終リミットになってくるかと思うんですが、その植え替え方法の実演、それから、種がもうできている頃かと思うんですが、ちょっとこんな咲いてるんですが、種の取る方法、そして、交配の色葉などなど、花茎を切った後の切り花としての活用方法もご紹介させていただきたいと思います。予約は不要でございます。皆様どうぞお誘い合わせの上お越しください。またその後の午後ですね、こちらクリスマスローズのドライの和定型のリースのワークショップもまだ空きがございますので、もしよろしければこちらも合わせて、ご参加いただけたらと思います。こちらは予約が必要です。詳しくはホームページをご覧くださいませ。ありがとうございました。